おいす、こんにちは、アメリです。今回は、神ゲ攻略さんの編成を紹介していきたいと思います。ガンダムコロシアムの周回編成ですね。シュバドラ使って8分40秒ぐらいで周回できるので、まあ、かなり早いんじゃないかなと思いますね。はい。で、サザビを使った編成になっておりまして、シュバドラ3枚とジョナサンと正月神結びと、まあ、この辺の2枚もね、交換したよって方多いんじゃないかなと思いますし、で、今回のサザビも交換可能なキャラクターになっております。今後ともね、シュバドラのこういうコロシアムの周回編成で敵の属性を変えるという役割でね、うまくハマってくるケースももしかしたらあるかもしれないので、まあ、その辺踏まえて取ってもいいかもしれないなっていう感じですよね。で、アシスター上からウルカ、ジャンヌダルク正月、これが2枚とマドゥ、ミアーダリダチェンで、上、右がこれが学園オロチですね。まあ、シュリングホールとかのスキブプラス4ターンチーンでいいと思いますけど、で、ウルカに関しては21階層で遅延として綺麗にはめたいって感じなんですよね。なので最悪まあ遅延2ターン以上武器とかでもいいっちゃいいかなと思うんですけども、ただですね、序盤の6、7階層でもウルカ打っていくんですよ。で、これがダメージ吸収とあと無効貫通が必要になってくるんですけど、ここをうまく補えるっていうキャラクターはまあいないので、6、7階層を自力突破する遅延武器にするか、もしくは、6、7階層どっちか、ダメージ吸収か無効貫通の遅延武器にしてあげるっていうのでも、一応対応できなくはないかなと思います。ちょっとね、遅くはなっちゃうと思いますけどね。確かにね、神ゲ攻略さんがリプランで紹介してて、この辺かな。これがね、ダメージ吸収か無効貫通プラス遅延を持ってる武器かなっていうところですね。まあ一応対応候補としてはウルカはこんな感じになってくるよという話になっております。はい、ということでね、ちょっとボスが2種類いるのでね、2種類とも出たパターンを紹介していこうかなと思います。じゃあやっていきましょう。じゃあ実際立ち回りね、見ていこうかなと思います。報酬がね、これ金のメダルが4枚落ちるのが熱い。実質20ピー5分の4。はい、で最初シュバドラ、まあ、A って言いましょうか。シュバドラ A 進化でずらしで、これでワンパン突破します。で、次の階層は非属性吸収来てしまうので、ここは正月神結びの上につけている4ターン遅延の武器を打っていきましょう。で、4ターン遅延打ってコンボ4回1コンボしていきます。これ火で攻撃しちゃうとだいぶ時間かかるんで、なるべく火じゃない方がいいけど。はい、まあ4ターン待ったらシュバドラ B を進化させて、で突破していきます。今回結構シュバドラ適性高いんじゃないかなと思ったりするけど、皆さん何で回られてますか？ブラックさんとかの方も多いんじゃないかな。で、3階層です。3階層、おじさんが喋り出したらミアダでリダチェンするって覚えてください。はい、で、リダチェンしてシュバドラ C を進化させていきます。だからね、主婦とかね、家事でや、なんか合間でやってる方はね、あ、おじさん喋り出したって思ったらね、リダチェンしてもらえればいいかなと。こう忘れないようにね、ちょっとリダチェン忘れたりするからね、気をつけないと。抜けちゃうからね、リダチェンしなくても。で、4階層シュバドラ打ってずらすだけですね。ここは A から、もうここから順序順序って感じ、 ABCABC って感じですね。で、続いて5階層。ここはね、コンボがね、必要になります。だから敵が喋ったらなんかしないといけない。で、ここはまあ、上で枝豆1個つなげるような気持ちでいいかなって思いますね。下だけで9コンボ行くケース結構あると思います。ただまあ、見えないので、怖い方は上でちょっとコンボしてあげるといいと思います。はい、敵が喋ってきたので、ウルカ打ちましょう。で、シュバドラ打ってずらします。だからこの辺がちょっと待つことになります。もしウルカを何かの武器で代用した場合は、無効貫通できない場合は無効が終わるまで待ちながら、終わったら突破する。で、ダメージ吸収プラス遅延武器を使ってる方、クリスマスセリカとか、まあここで打てるかなと思いますけど、そうじゃない方はここを、自力なので、ちょっと吸収が終わるまでシュバドラ打ってずらす、シュバドラ打ってずらすして突破してあげる必要があります。で、8階層は木を2列作ってきますが、ここはシュバドラでずらすだけですね。まあ、この辺は問題なくワンパンと。10階層超えたあたりからちょっと敵が硬くなるんでね。はい、ここもシュバドラ打ってずらすだけと。
ここも問題なく突破します。はい、続いて10階層で、ここはコンボ吸収が来るので、ここはね、なるべく多めにコンボした方がいいかも。ここはね、ちょっと枝豆いっぱいつなげるような気持ち。一応枝豆3コンボぐらいしてますけど、これね、もし失敗すると火のロック目覚め、あ、違う、水のロック目覚めやってきます。なので厄介です。で、ここはジョナサン全ロックしてくるので、ジョナサンでロック解除で、ずらすだけと。で、ここでエンハンスが切れてしまいますので、こっからはまあ10コンボ目安で頑張っていきますよと。泥鏡があればね、下にまあ9コンボでもいいんだけど、だからここ上で枝豆1個つなげてあげるような気持ちで毎回やってます。まあ下の方に枝豆3つとかね、シバトラの生成スキルの中に入っていればそんなにコンボしなくてもいいと思うんですけど、何個あればいいんだっけ、シバトラの生成の中に。今がこれがこれで、ああ、だから2個あればいいのかな。枝豆がシバドラが生成するところに2個あれば10ちょうど止まいけるかな。今ありますね、これ。ここはずらすだけですね。この辺花火の敵が結構多いんでね、これ10、あ、コンボ現象やってるから3個だな。でも4だったか、今4、3個かなまあそんな感じです。枝豆3個ぐらいあればずらすだけでいけるか。下、はい、もうこの辺も花火なので特にはって感じですね。で、こいつね、ミリ残りたまに、いや抜けないかな、基本抜けないですね、こいつ。なんかミリで残る、はい、何回かやってますけどミリで残るので、まあ通パンですね。まあここは別に想定ないと。はい、 OK ですね。で、続いて16階層、こいつも硬いっす。こいつ2パン、これで今、あ、そうですね、7コンボだったので枝豆が3個あれば OK ですね。今とか3個あります、あ、4個あるか、4個ありますね。こういう場合はだからシバトラ打ってずらすだけで大丈夫。これ突破してで17階層、ここも基本的に打って、まあ上でちょっと1コンボぐらいしてあげる気持ちでいいと思います。はい、 OK ですね。まあ毒1セットぐらいやったら消しても大丈夫かな。不愉快だな。はい、でここもシバトラ打ってずらすだけ。で、ジャッカ目覚めが来るんでね、ちょっとジャッカが降ってくるんですよね。で、19階層で、ここでね、はい、ここでオロチ打ちます。で、1コンボをして、で、消せない状態が終わったら、ジャッカのドロップがある場合は、消し取ってくださいって感じですね。で、3回1コンボやったら削っていきます。まあ、2パンなので敵が行動するより先にこちらで倒していきましょうと。はい、で20階層覚醒向こう飛んできます。なので正月神結びで解除してシバトラ打って倒していきます。ちょっと今回長いから普通に闘技場並みのフロアあるからね、長いけどね。まあその分報酬もうまいんでね、キラーも散るしな。で21階層はウルカで1コンボまずはやりましょう。でその後にシバトラ打って倒していきます。ここも2パンで結構です。基本的にワンパンは無理だと思います。まあコンボめっちゃやったら無理いけるかコンボめっちゃやったらいけるわ。はい、まあそんな感じで2パンで大丈夫なので。で、ボス階層ですね。
まずはサザビーからいきます。サザビーはシュボドラを打ってずらすだけで結構です。ここら辺はもうコンボ気にしなくていいです。これで根性まで行きます。でサブデバフ食らうんで2パンですね。ここからジョナサン打ってずらすだけ。これでまあ敵の残りの 30% ぐらい削って、で最後シュボドラ上がってシュボドラ打って倒します。はい、こんな感じです。これで8分44秒とかだったですかね。一応クリアタイムは見せますけど、で報酬はもうまあ8分に見合った報酬が落ちるかなと。まあコロシアム2つ分って感じだね。はい、そんな感じでこれで8分 44.7 秒という感じです。はい、ということでじゃあニューガンダムだった場合いきます。ジャキが来たか。誰がジャキや。で、ニューガンダムに関してはまずはシバドラ打ってササビで泥鏡をかけます。で火以外の弱化がある場合はそこをね一緒にコンボしておいてください。まあ1個2個ある分には別に泥鏡があればごまかせるんで大丈夫かなと思いますけど、はい、 OK ですね。で覚醒無効をねやってくるんですよ。消せない状態かな、どうだったかな。あ、覚醒無効か。で、貝結び打って、で、ここで、シバドラかな打って、で、敵 75% ゲンの盾張ってるので、2パンですね、ここからね。はい。で、ここもギリギリ耐えて、で、シバドラ打って終わりと。まあ、こんな感じになってます。まあ、どちらが出ても、そこまでタイムが変わることはないかなというところになっておりますので、はい、ぜひね、参考に周回して、報酬、まうまゲットしましょう。では、参考になった方、チャンネル登録、ツイッターフォロー、ピフスグループ参加と、神ゲー攻略さんの、ツイッターの方、概要欄に貼ってますので、よければそちらの方をね、フォローよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。